ようこそここへ、クククク、私の青い通り、クククク、クククク。あー、ちゅうことで皆さん、あれ獣がおる、鳥がおるよ、あれ。ということでね、琵琶湖来ました。奥琵琶湖ですね。今日菊池さんが遊びに来たんで、一緒にあのまったり釣りしてね、バス釣りやっていこうと思います。やっぱり魚釣りもいいですね。ちなみに私、2022年、今日7月18ぐらいなんだけど、今年初めてバス釣りするぞ。イカが好きなんですよ僕。うわ、木内さん YouTuber デビューおめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりに高橋魚心チャンネル更新になります。はい、ありがとうございます。ちなみに私今年初めてバス釣り来ました。うん、俺も初めてだよ。嘘。うん、引退しとったか。引退というか、まあ普通にしてなかった。まあ休憩も必要やで。うん、おにぎりか、お前昼飯。うん、うまそうだな。まあこれちょっと朝食食べて、今日ね、今朝8時半か9時ぐらいか。私はこれを食べます。菊池さん、琵琶湖で、うん、いつも坊主じゃないですか、あなた。うん、琵琶湖で40釣ったことあるな。もう釣ったかな、昔な。今日はちょっと50釣らないとな。久々だからね。50センチ1本でいいや。まあ、暑いな。はい、じゃあちょっとね、僕は何投げようかな。いや、オオサンショウウオでちょっと勝負しようかな。暑いな。暑いけど楽しいじゃん。日焼けするぞこれ。一言くれよ。気持ちいいね。釣ったらバゲオな。怖っ。この音がいいね。反応なしだね。いいでしょう。このリールかっこいいっすよね。これ夏だね。夏って感じだね。うんともすんとも言わないっすわ。何投げる君は。クランクリーおっさんかお前。ちょ、見てこれ 3D クランクじゃないの。俺のここ根がかりチャンスが気をつけてね。これ浮くわ。これ俺が一番気に入ってるヨウズリ 3DB。 ここで、ちなみにここで40アップ釣ったよ。ああ、ここでちょうどここか、ここでも、うん、ここで食いついてきた。おお、いいんじゃないか。めちゃめちゃ引くこれ。あと綺麗でしょ、ルアーが。うん、あー、天気いいね今日。いいよね。久々だね。菊池さん、視聴者が期待してる言葉は。いや、もうそんな言わないから。もう言わないの。え、イメージチェンジ。いや、当たり前だお前。なんかそんなバカなことやってるよ。下ネタおじさんもうやめたか。引退だよ。引退だな。一発出るといいけどな。坊主っていうのはかっこ悪いじゃん。夏の琵琶湖いいね。心地いいよね。こう波の音と、あと今日そこまで暑くないわ。暑くないし、ここ今日陰だし。28度ぐらいか。うん、怖い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 だって。どうしたこれ。死んでるじゃん。のコアユがなんか打ち上げられたんだな。ベイトだよ。今度天ぷらにしたらうめえぞ。ほら、こういうルアーを使えば釣れる。こういうルアー釣れるんじゃないか今。そうそうそう。だから、うん、そのクランクベイトも釣れるけども。ルアーかと思ったら。あれ、やっぱ細身の魚が ね、よりマッティダベイトですよ。
感動ないか。まだ2頭しかしてない。うん、かっこいい帽子かぶっとんな。ブリフィング、ゴルフ、ゴルフ。あ、お前ゴルフやんのか。プロゴルフは目指してる。嫌味なやつだなお前は。寝上がりさせてんじゃねえ 3DS お前。そこ焦んだよ。とんでもねえなお前。反応ないわ。何ですか。あ、お前鮎見たからって、お前こういう釣れないやつ。これ何これ。スピンベイト。スピンベイトか。これ波の音がいいからな。そうだね。うん。じゃあちょっとどんどん投げてこう。ちょっとさすがに一匹出会いたいよな。ああそうだね、キャンプの人。は？ビリで飛んでくる。お前はほんまに何お前な、これ巻いとけよお前。傷んどるとこでしかも切るっていうかバックラッシュ取る。いやバックラッシュなんかお菓子多分引っかかってる。釣れませんな。魚の魚影がないね。ちょっとこれまっすぐ行ってポーンと30分行きゃ福井県の海があるから海釣りに変えようかな。えれえぞ。えれえな。これ魚影がいねえぞ。ちょっと琵琶湖えれえな。ああそうだな。菊池さんさ、うん、あそこの山越えでふって行ったら、うん、福井県にあった海水浴場があるね。でキスが入れ食いやね。寝がかりやった。キスが入れ食い。キスが入れ、ギャルもおんねん。おお、ギャル海水浴。マジか。ちょっとそこ行ってちょっと福井県遠いんじゃないの。30分ここからそこ高速乗ってそこだから。あの山越えたらもうギャルだらけだ。マジか。おほんでギャル見て、うん、1時間目の保養してかき氷食べた後に、うん、キス釣りだその場。いいそこからちょっとよく入って。あ釣れるの。その横で釣れるの。入れ食い。マジか。ポイント全部知っとる。福井とこの琵琶湖は全部知っとる。で、琵琶湖は今日釣れるけど、うん、まあ俺が見たところ活性が低い。バスが寄ってない。ちょっと今時間帯的に厳しいんだよ。いやだからバスが浅瀬に寄ってる日と今日沖に出とるな。うん、ベイト、ベイト、ベイトはおるわ。いっぱいベイトやで。怖いはおる。沖に出てる。あららら、見た。うん、まあベイトだ。ちょっとルアー見せて。何でやってん。おお、いいね、いいね、いいね。ああいうカラーの、うん、ロザンテ。ロザン、キューさん車1時間飛ばして来た、ね、福井県の若狭湾。若狭湾っていうのか。敦賀ですね。あそこを曲がると原子力発電所があって、あ向こう行くと、でこっち若狭がぐーっと来ます。これどうなってる。湾ですね。湾になってる。うん、琵琶湖みたいなもんです。キスっていうのはね、朝と夕方一番釣れるんですよ。で今はちょっと沖に出ちゃってるんだけど、キス以外の魚も多分来てると思うので。じゃあ菊さん、なんかいるかもしれないから投げてみよう。人に気をつけてね。菊さん、ちょっとあの岩場があるから、ちょっと岩場じゃないとこで。え？向こう行こう、向こう行こう。これすごくない？ここ、この三角形。こんなん初めてよ。涼しい、ここ。エアコン効いとる。ほら、どうよ、キグリン。気持ちいい。気持ちいいか。気持ちいいな。うん。海気持ちいいね。ちょうどいいね。一撃で。キスやん、タイ。やった、一投で。めでたい。キグリン。小さいのが釣れた。これ逃がさないかんな。逃がさないかん、これ。めちゃめちゃ小さい。マダイ。何これ。菊池お前、マダイですよ。マダイの子供か。ちっさ。逃がしてあげて。逃がしてあげて。来た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 。キスかこれ。でかい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 。でかいキス。来たキス。どうしたんや。カホ。キス。一投で。これやべえ。これだよ。天ぷらにしよう。めちゃめちゃうまいから。でかいな結構。でかキスだよ。ビク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 って。いっと。よっしゃ。お前あれ天ぷらにしたらめちゃくちゃうまいぞ。来たか。マギスか。
当たったらちょっと送り込んで、ゆっくり巻いてこれ。もういないかな。で、ちょんちょんって言って。当たったけど。ジョン。えれえことになったわ。バツーッと当たったんだ、重りが。うん、見て、これ。タコの足やろ。マジか、マジで。マジだってこれ。くっつけたんだろ、これ。違うって、だから今重いなと思って外れたんだけど、タコが、こう、ちっちゃいタコが食いに来て、足だけくっついてきた針に、これ。タコいるんだ。これ、釣れる。タコ釣りてえな。このタコの足でも釣れそうやん。来た来た来た、嘘。キスか、マギスか、でかくない、フグやん、お前何しょ、フグじゃん、フグや、まあまあまあ、これがいっぱいおるね。なんだフグかよ、引くやろフグは。巨ギスかと思った、キスだと思った、完全にキスだった。ついに来た、キス来た、おほ、天ぷらしよう、食える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 、めちゃくちゃうまいから、あの天ぷらの中でね、一番うまいのはキスよ。ハゼの10倍うまい。ハゼもうまいけど。うまいけどキスが一番。ハゼは、ね、唐揚げのキスうまい。あの小アユの50倍うまい。キス。うん、キスが一番うまいね。特に釣りたてね。乗った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 。乗れ釣れた。釣れた？キスだろこれ。なんだろう。フグおるからな、ここ。いやー、重い、キスだキス。デカフグじゃねえ。いや、当たりがキスっぽい。どれ？バレた、ゴミやった、乗っとる、キスだ、キスだ、キス、おー、ナイスナイスナイス、やる、やった、キスポイント発見や、やった、連続、見せて、コギス食べよ、天ぷらにして、コギスです、来た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 、ほらダブル、ダブル来た、おい、ダブルじゃんか、お前、これデカキス、20ある、デカキスだろ、デカい、これ取れるとこあるね、やったやったね、これはデカい、ダブル、しかもちょっと待った方がいいかもね、食わせなあかんな、ほら、これ天ぷらに最強だよ、逃げられたから、こっち逃げられない、うら、ダブル乗ったぜ、群れに、デカい、デカい、乗った乗った、お前も連発、デカいな、キスだキス、あのね、結構思いっきり連投した方が食うわ。これはおるぞ。絶対。キスかフグか知らんけど、おるぞ。キスちゃうか今。フグ、フグ、フグ、しょぼいよ。持ってないな、お前。なんでフグなんだ。これ天ぷらマジうまいから。これはね、天ぷらは最強なんですよ。大きいよ、20センチ近い。ノギス。メゴチやん。でかっ。でかくねえよ。いや、俺子供の頃これのもっとちっちゃいのつっとった。これ天ぷらうまいよ。うまい。ネバネバするけど。こいつベタベタする。ベタベタ。いや、貴重な食料が手に入った。よし。よし。うわ。これが天ぷら祭りだな。気持ちいいね、気持ちいいか、気持ちいいよ、暑いのもやっぱみんなやって、俺泳いじゃったわ、もう暑いけど、まあ、うん、エアコンにボートで浮かんでやっとるより全然涼しいから、ものの2時間で結構釣れたね、キスが15匹ぐらい、これ本気でやって竿に3本でやったら100匹釣れるで、釣れるな、おう、朝からやったら、だったらもう漁師になってるから、まあな、漁師レベルだ、ああ、でそれ飯食い行こう、ああ魚介類を、魚介で行くか、その前にちょっと水晶浜行くか、水晶浜、目の保養行くか、行こう行こう行こう、目の保養とか、目の保養、お前迷惑だよ、見るのはただだから、そうだけどな、ね、見ても見るの犯罪にならない、そうだね、やっぱ海鮮丼やろ、キスは夜だ、日本海はやっぱ、ああ海鮮丼食べよう、海鮮丼の街だ、はい、今回日本海魚街に来ました、おお、何食べる？うなぎ食べるか？うなぎ？海鮮丼ぶり食べるか？これがいいな。おお、いろいろあるね。どの店にするだ？これ食べたろうかな。カニ、イクラ、ウニ。キウシさん、正直写真のイメージと全然違います。違うな。全然ちゃうやん。見てこの味噌汁。
2800円やね、これ吉野家の味噌汁の方がいい。食べてみる、味をちょっと。うまいよ。いや、だけど美味しい。ちょっとイメージ違ったけど美味しいよ。うん、ウニ、うまいうまい。ね、何どうした？一軒目ひどかったな。ひどいわ、あれ。あれ、ちょっともう一回ちょっとムカつくからこっち食っとこう。うん、こっちで、これ食ったよかった。こっちの方がうまそうやで、これ。で、今この焼きそば定食、あれ食うわ、連続で。定食2連発。ほんまや、騙されたで。これもうまそう。やっぱそばのかば焼き。さっ、あれや、もう焼いてるのめちゃめちゃいい匂いするからね。あれやべえよな。これ生姜醤油なんだって。これで炊きたてのサバを生姜醤油。これはうまそうだな。うわ、やっぱり、ね、焼きたてのサバはいいで。うわ。やっぱサザエはうめえわ。サザエうまい。このタレうまかった。うまい。水。おお、サザエ最強だ。お水ちょうだい。腹いっぱいやな。定食 2人前食っちゃった。2回食ったから、ね。2回連続で。間髪です。10分後にな。どうぞ。ピーピー。はい。入れる？入れる入れる。どうぞ。夏のシャワーじゃ。一度お願いしたいね。何考えてんのよ、マジで。料金所これ金払う。さあ、菊さん、ちょっと水晶浜でちょっと超えますか。ちょっと水っちゃバチバチで。水晶浜っていうの、うん、夏のシャワーじゃ一度お願いしたいね。さあ、菊さん、 あれが原子力発電所ですよ。はい、すごいね、うん、ロケーションがすごいね、ここすごいでしょ、うん、暑いね。原子力発電所をバックに泳げるんだ、うん、バックに泳げるんだな。夏のシャウエンお前犯罪者だろ。犯罪者だよ、お前。暑いっすね、まず、キルさん。ああ暑いっすね。暑いな。暑いけど、まあ、心地いいね。いいよね。波が結構すごい。波がすごい。すごい。菊さん、泳がんの？いや、泳がないよ。泳いでよ。なんだよ。持ってきてないの？泳いでよ。パンツびしょびしょになっちゃう。ああ、着替えないんか。着替えないよ。いや、菊さん、暑いね。どうよ。癒されるね、なんかね、海にね。楽しい？波の音に癒される。波の音いいよね。ああ、ジャバーンってな。男の子かわいいな、赤ちゃん。将来の総理大臣。何？何だ、何を言うとんや、お前。夏の日。びっくりして、お前、みんな逃げてくれないか、お前が俺と。怖がられとんじゃん、お前。いいね、でも、行こうよ、もう。何が？海水浴場ってこんな波ない。ああ、日本海はこういう波があるんや。すごいね。すごいやろ。波の音がいいじゃん。音すごいやろ。すごい。これがマイナス4出る。マイナス4出とるね。出とるやろ。確かに出とるやろ。一曲お願いします。夏の昭和町一度お願いしたいね。すごいね、波が。いいやろ。うわ、ゴム。いや、キブさん、じゃあどうしましょうか。どうしましょう。移動する。移動する。あ、ちょっと向こう長いから海、うん、ぐるーっと回ってぐるっと回、ま、何のために回るんですか。何のために回るんですか。観察だよ。観察ですか。いろいろやっぱ海観察しないと。さっきもちょっといいことあったしね。あ、そっか。ソフトクリーム食べよう。食べよう。夏の少女一度お願いしたいね。でもいいね、このなんか広々してて、うん、いいな、うん、俺は好きだよ。好きだよ、うん、抹茶飲める、抹茶飲める。
いや暑いね、キクさん。暑い。どうすか、気分は。キム最高。最高。最高。うん。海最高。うん。いいよね。いいよね。ノスタルジックなシャボン玉みたいな。ああ。昭和に戻りましたみたいな。そうか。気持ちが若くなるよね、うん、おじさんたちも。うん。俺らおじさんじゃん。うんうん。でも海に来ると若くなる。あ、そっか。ね、下ネタ封印してるから。それはそうやな。じゃあ帰ろ帰ろ。いやーでもよかったね。もういいね。いいね。うん。夏のシャウーちゃう。ぐるぐる回っとんだこの歌。この歌がぐる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 回っとんだ。一度ーってやめとこうか。しつこいね。しつこいなお前は。これもしつこいんだよ。